後半戦はその2度目の、初当たり2発目の鉄拳ラッシュからスタートいたします。それでは皆さん最後まで声援の方よろしくお願いします。何もついてないか。今回俺キングよりシャオユーの方が相性いいような気がするんだよな。これまではずっとキングばっかりやってたんですけどね。あ、でもなんか引いたかも。さあ斜めベルで、はい、当選した。シャオユーの方が相性いいかもなんて言った途端にキングで当たるっていうね。面白いね、本当に。もうまさにこれが僕の言うエンジョイスロットなんですよ。面白いな。シャオユーに変えようとした途端に、でもキングがね、変えないでって言ってんだよね。あら、青です、青。青はシャオユー。さあ、ダメか、やっぱり。お願い、ボタン来て。来ない。まずいぞ。あ、パンダちゃん、パンダちゃん。ウェルカムパンダ。あ、もう最初からパンダ固定になってるね。はいよ。危ない危ない。危ない危ない。よし。よし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 。あら、まさかのゼロ。よし、来た。よし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 。やれるやれる。お、赤くなったよ、違う。ほら、せーの、ドーン。よいしょ。そうだね。もう次も全部、もう全部赤、全部赤でいくよ。もう残り11小淵しかないですけど、合拳です。なかった。でも上出来です。ちょうど確率分よりちょっといいぐらいですかね。30ゲームスターズだったんでね、3回引きりゃ上等だよ。上等上等。さあさあ、じゃんじゃん行こう。
り口だったんだね。お、赤来た。次も赤で突入して。青か。さあ、鉄ゾーン。鉄ゾネ。鉄ゾネだね。何言ってんだよ。あ、パンダいる。パンちゃん狙ってるよ、団子。パンダが登場してましたけれども、いけるのか。木じゃん。からの、あ、からのてっちゃんね。からのてっちゃん。よし、あ、来た。あー来た。やっとだね。やっと100ゲーム以内に来てくれました。61ゲーム、すごいね。今日 何パターン目かな。カエルちゃん、キャンプファイヤーでカエルちゃんだったでしょ。あ、でプラネットでしょ。でこのカエル柄ロボットか。あー、オッケーオッケー、よしよし、飛ばしていこう。ラブラブまで行っちゃった。あー、クマちゃん来た。クマさん、クマさん元気してる。クマさんクマさん、見ないうちにちょっと毛むくれてらんなっちゃったんじゃないの。クマさん、なになになにじゃないよ、クマさんおどけたってダメだよ、クマさん。多分この辺にあの本物のクマさんのワイプが入ってると思うんですよあ、クマさん、わんぱくだね、おい。回っとる回っとる。クマさん、そんなに身軽だったっけか。あは、あは、何これ、わっ、あの野郎こきやがった。なんだこれ。ちょっとクマさん何やってんの。もうみんな見てんだからね、これ。ちょっと何発こきゃいいんだよ、これそうなんじゃないよ、もう本当に。悪いな、クマさん、本当に。もうハウス、はい、もうハウス、はい、もうハウスよくできました、クマさん。はい、はい、どうも。おもろいね、鉄拳ね。お、早速。おー、いいねいいね、1ゲーム目から。はい、ほー、いらっしゃい。最高、最高です、最高です。今日本当俺赤強えな。赤率高いっすよ、マジで。
2人目か、しゃあないね。いい、おう、早速引きましたぜ。高いね。初めてのパターンじゃないこれ。ベリーホットのパターン初めてですね。何が起こるんだろう。よし、いやこれいいね、これいいね。お、あ、もうずっと出てる、ずっとベリーホット。ダンス目キーの、あれあれ、ランクダウンしたよ、ランクダウンしたよ。ベリーホッツ、ベリーホッツチャンスってなんだよこれ。はい、もう、あー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 、ダメダメ、もうダメダメ。すごいね、今日カエル祭りだね。よっ、 OK。 いや面白いわ。はい、昇格、素晴らしい、素晴らしい。よし、完璧。完璧です。3人目まで絶対行くはず。はい、2人目、もう1人。あー、なんで、まあいいか、15で十分か。強制だけど、まあ15までか。おお、やっと冒険ですね。どーん、ありがとうございます。よっしゃー。
しい、超素晴らしいです。いかんいかん、なんか淡々と駆け抜け出したねって今言おうとした時にこれが出た。淡々と駆け抜け出したねって言った時にこれが出た。はい、ほらパンダまで来たよ。斜めベルの、はい、ね、淡々と駆け抜け出したねって言った途端、面白いよね。そろそろ当たんないから浮気しようかなって言ったら次で当たったりとかさ、まあ、でも分かってんだろうな俺が今言ってることがな。これがまあいわゆる大と俺がリンクしてる感じなんです。大半の人が俺が何言ってるか全く意味が分からないと思いますけど、まあ、長年打ってりゃ大体そんな感じが大体分かってくるんですよ。あー、おかしい、まるで、ね、こういうことなんですよ。リンクしてるっていうのはこういうことなんですね。わかるかな、もうみんなに分かってほしいなあー、よした、行くね。これでまた50拳に復活だよ。うわマジかこれ。灼熱、はい、はい、あざます、あざます、バチコーン、バチコーン、久々チャンスボタン来た。ここは気持ちよく勝っておきたいね。Thank you.
はちょっと勝率悪いな、タッグマッチバトルね。だがしかし剣王点滅。おお、びっくりするねびっくりしちゃいましたけども、やーべえ、超気持ちいい展開じゃんこれ。大体この青が上段止まった時は割と青七が多いような気がするのは俺だけか。ボタンプッシュカモン、なし。お、剣王はまだ点灯したまんまでございます。あー、ラストかなかったか。すごい、見てやりました、エビちゃんやりました。あ、ほら、降格スタートだもん。とりあえず時間来るまで精一杯、最後まで戦い抜きます。パパ大好き、パパ大好き、私はあなたのチアリーダー、いつだって。やりたいことをやってるパパ、生きたいように生きてるパパ、えい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 、よよよよよよよ、はい、ということでね、え、何の歌だって、よくぞ聞いていただきました、この曲はですね、こちらグランパさんの多分テーマソングだと思います。まあ今日はね、サード目の下敷きだか肘きだか中敷きだか掃除機だかなんだかよく分かりまかったんですけど、結果いっちゃいましょうか。え、まず投資が550枚、回収が2900、惜しい、あと61枚だったか、2000枚まで。まあでも大健闘でございますよ。ということはトータルだいたいプラス1400枚ぐらい、550枚だからね、1311枚ぐらいのプラスかな。正しい数字はこの辺出てると思います。多分1311枚ぐらいだと思います。大健闘、うん、いや、今回の実戦もね、ちょっとデビルバトルとかエンジェルこそ見ることができませんでしたけども、なんとね、覚えてますか皆さん、前半のあの朝一、AT 引いていきなり頭突きコンボに入るという、俺今日やばいよこれ、もうずっと AT 入りっぱなしで飛行機乗れないかもなんて思った瞬間、次のレバーでプスプス、おほほほみたいなね。まあそういうもんですよ。ということで、まあ、今回本当にね、見事な4桁プラスになりましたんで、この勢いをぜひこことここにキープして、また次回も実践させていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。それではまた次回の GME までお楽しみに。パパ大好き、私はあなたのチアリーダー。